路線図停車中走行風景モーリタニア鉄道とは、モーリタニアのズエラットとヌアディブを結ぶ鉄道である。ズエラットには鉄鉱石を産出するフデリック鉱山が存在しており、ここから沿岸部へ鉄鉱石を搬出するために建設されたのがモーリタニア鉄道である。路線はズエラットからシュームまで南下して、そこからほぼ西へ向かってヌアディブへ到着する。 全長は 717km あり、期間は 1435mm、最大軸重は26トン、全線非電化単線である。線路は外して西サハラとの国境を沿うように、付設されている。2001年現在の貨物輸送量は、年間1130万トンで77億6600万トンキロある。 2001年の在籍車両数は、ディーゼル機関車が39両、客車が6両、貨車が1177両で、職員数1533人である。線路の一部がそのまま西サハラとの国境となっているが、西サハラ側には、モロッコ軍によって埋設された地雷が存在する。ズエラットでは1935年に、鉄鉱山が発見された。 しかし海岸から遠く輸そうに費用がかさむと見込まれたため当時モーリタニアを植民地としていたフランスは開発を行わなかった。モーリタニアが1960年にフランスから独立した後ヨーロッパ資本の国際鉱山会社ミフェアマ社が開発に乗り出しこれに伴って鉄道も建設された。開通したのは1963年である。1974年に モーリタニア政府によって国有化され、以後はモーリタニア鉄鋼公団が鉄道を運営している。ディーゼル機関車が3から4両で牽引する、最大230両の貨車をつないだ全長 3km にも及ぶ長大編成で運転されている。これは世界で最も長い列車であるとされている。大半の車両は鉱席車であるが、一部にタンク車なども連結しており、末尾には 客車も連結されている。客車に乗る場合は料金がかかるが、貨車に乗る場合は無料とされている。ただし、モーリタニアでは自動車による移動が一般的であり、旅客輸送はわずかである。砂漠地帯を走行することから、砂によるレールの摩耗や砂嵐による列車脱線などが問題となっている。ありがとうございます。